かいますよ。あれ何？どうした？あれあれあれ、あ、どうかしたのか？具合でも悪いのかね？いやいやいや、今そこに、リンゴの妖精？ようなことはやめてくれないか？の子、違うの、本当にいたもん。スガノコ牧場の経営がうまくいっておることを祈っておるぞ。寂れた農場なんて見たくないからの、すげえ、熱。綺麗にしろよっていう圧をいただきました。頑張ります。ここ誰が住んでたっけ。お邪魔します。あ、町長か。いいや。いたいたいた、こいつこいつこいつ、来たー。あー、ここに来たばかりかい。へえ、ちょっと反応薄。マーニーはあなたがいることに気づいていないようだ。そんな、いますけど。6日目土曜日。前回はですね、あの友達もうあと一人の子に会って、みんなに会うことができました。なので報酬をいただきます。プレゼントをするのが一番だ。みんなの好みをつかめばあっという間に獣になれるはず。よし、で発展今日できますよ。前回農業スキルをレベル1上がったんで、カカシを作れるんですよね。カカシを作れるはどうするの。カカシは木材と石炭と繊維があれば作れる。よーし、すぐ作れるぞ。行こう行こう。わー、綺麗。え、すっごい素敵ですね、今日。お手紙拝見します。我が情報筋によると、貴殿は今日公民館を調べ回ったそうだな。どうだ、我が輩の話を聞きたくはないか。我が輩は森の湖の西側にそびえる石の塔を住まいとしている。貴殿を悩ます。ネズミについて何か話せるかもしれんぞ。魔術師エヴ・ラズモディアス、なんか変な手紙届いてきちゃった。どうしよう、ブロックしたい。カカシ作れない。あ、木材が足りないんだ。ちょっと木材集めます。あと33個必要。よし、 OK、 50個になった。これでクラフトでカカシ作れた作れた。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。どうしようかな。空きがないとほんと不便ですね。ここに立ってたら通れなくなっちゃうよね。ではここ、 OK、 これ収穫できるんじゃないですか。これこれ、お、パースニップ収穫。いやー、いいね、屋上っぽくなってる気がする。春が来たって感じですね。すごい花びらが舞って綺麗だな。さあ、日記クリア発展。そしてカカシを作ったので報酬いただきます。ありがとうございます。今すごい自己主張激しい。あ、魔術師の元へ。あ、やっぱり行かなきゃいけないんだ。他人の魔術師から手紙が届いた。どうやら彼は公民館で見たものについて何か知っているようだ。まあ公民館行きますか。西ってどっち。あ、これか。魔術師の塔に行くには下から行った方がいいっすね。まあ、草刈りしながら下行きましょうか。石を取りながらの方がいいか。全然荒れ果ててるな。掃除してませんからね、全然。あ、なんだ、あ、ジオド？これは何ですか。ジオドを見つけました。鍛冶屋に砕いてもらいましょう。中に何か入っているかもしれません。へぇー。鍛冶屋にも行かなきゃな。あー、種、種が。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。荷物がパンパンになっちゃうから、リュックを買うことを目標にしますか。次の目標は、2000ゴールドまで貯めることが目標。よし、それにしよう。今、あ、警戒性できないです。しまった。無駄なことしてしまった。ここでしょう。ほら。さあ、こっちへおいで。怖い。やだ、行きたくないです。やだ。あ、来た。そっちから来るの？こんにちは。我が輩はラズモディアス、神奥なる真理の求道者、物資使いと霊界の仲介者、7つのエレメントをキャンベしました。聖なる呪文の森、もう分かっただろう。うん、怪しいなってことはすっごい伝わりました。貴殿はどこだな。なんで知ってんの。貴殿がここにやってくることは前もって予知していた。そんな。さて、貴殿に見せたいものがある。何ですか。見よう。何何、あの子じゃん。リンゴ。あ、かわいい。これと同じ存在を前にも見たことがあるのではないか。あります。
奴らは自らをジェリモと称している。謎に満ちた精霊でな、理由はわからないが、我が輩とは対話してくれぬのだ。まあ理由はなんとなくわかる。話しかけづらいとかじゃない？ごめんなさい、嘘です。なぜこやつらが公民館に住み着いているのかはわからぬが、まあ害はない、恐れる必要はないぞ。何？あの板のこと？ほほ、未知の文字にって書かれた黄金の巻物を見つけたと。まあ見ましたね。大変興味深い。あれ巻物だったのか。ちょっと待って、俺行ってみてこよう。すぐ戻る。すぐっつったって遠いっすよ。どっか行っちゃった。逃げたら今のうちに。逃げた方がいいよ。逃げよう。やばい、そっちから出てくるんか。すごい、書物を見てきた。そうですか、どうでした？難解な文章だったが解読できたぞ。お、怪しいおじさんかと思ったら本物か。僕たちジェニーもお手伝いが僕らの喜び。見返りには谷からの贈り物が欲しいな。あなたが森と生きる人なら、この巻物は本当の姿を明らかにする。どういうことですか？黙っちゃった。森と生きる人か。何を意味しているのだろう。くんくん、そうか、分かったぞ。画面カッて開いてる。怖すぎる。どうしよう。来るがいい。来たくないです。行っちゃうの、のこちゃん強い。来てる、すごいね。我が大鍋には森から集めた材料を煮立ててあるのだ。シダのわかめ、苔につくチムジチュジムシ、キャラメル色のキノコ、どうだ、森の匂いを感じるか。まあ、感じっす。さあ飲み干すがいい。森のエキスをキデンの体に染み渡らせるのだ。飲むのこれを。なんだ、わあ、プラス38エナジー。うわ、やばいやばい、顔色やばいんだけど。はい、や、大変。なんかすごいもやーって見えます。何、うわ、緑色のなんかもやーっていうのが見えて、木がいる。何これ、木が1、2、3本、3本こっちに迫ってくる。怖い。なんか変な薬とかじゃないよね。なんかどんどん木が見えてくる。やばいかも。私どうなってしまうんでしょう。のこちゃんの運命は。もう私ダメかもしれません。さよなら皆さん、ありがとうございました。森の魔力を身につけた。ジェニモの巻物を解読できるようになった。そんな、マジで魔力ときた。強制的に外に出されてしまった。何もなくのこちゃんも歩いてるし、まあ大丈夫なのかな。クリントのところに行きますよと。クリントのところに行って使用道を開封してもらいます。ここ、ヤッホーヤッホー、ここに行けばいいのかな。使用道確保、これだ。25、行けます。お願いします。何これ？なんで？カルサイ？カルサイト？博物館へ寄贈すれば、ゲンダーが調べてくれる。博物館か。あれ、図書館、図書館でもいいんだよね。博物館っていうか、じゃね、なんか始まった。どうしたんだろう？全く最悪だ。ただの一つも展示品がないなんて、そういえば全部盗まれたんだよね。同情するわ。どんまい。何？おや、これは？何か見つけたのかい？見せてくれないか？どうぞどうぞ。これなんですけど、どうですか？素晴らしい！やった！これは非常に古いものだよ。こういうものを細かく詳しく調べるのが大好きなんだ。だがこれは君のものだしな。君のものだしな。チラッチラッと。すっごい見られてる気がする。頼みたいことがあるんだ。何ですか？新しい発掘品や鉱物を見つけたら、どうか寄付してもらえないか？どうぞ。もしかしたら何か素晴らしい発見ができるかもしれないぞ。それに君が寄付を続けてくれたら、何か役に立つアイテムをあげれるかもしれない。いいですよ。どうだい、考えてみてくれないか。寄付する気になったら、見つけたものをここまで持ってきてくれ。いいよ。もうあれは寄付されたってことなのかな。
ああ、これからね。おお、どうした総長。この図書館はペリカンタウンの見どころの一つなんだ。地元の人たちの商売から集めた税金で建てられているんだよ。あ、そうなんだ。起動します。あれ、ああ、置ける場所選べる。すごい、置ける場所選べるじゃん。どこにしよっかな。真ん中、よし。さあ、なんかこれがすごい。ああ、考古学入門、レアなアイテムをくれるんだ。博物館に寄付してくれないかと頼まれた。これからなんか変なやつを見つけたらゲンターに渡せばいいのかな。オッケー。なんか私森の魔力をなんか知らないけど身につけたので、ちょっと公民館行ってみようよ。これよし。あー、なんだ、春の最終ワンドル。こういうのを持ってきて入れるってこと？こういうこと？あと3つ持ってくればいいってことか。よし、あと3つ持ってくるよ。建築材料、あ、これはちょっとまだだな。いるから。冬ってこういうのが取れるんだ。なんかネタバレな感じがするけど、まあこれは夏になったら開けようかな。レアな最終ワンドル、なんだこれ。この中の5つ入れればいいってことか。こんなの取れるの？そうなのか。なるほどね。わかりました。あ、かわいい。縄跳びしてる。こんにちは。話しかけていいかしら。あなたから草の匂いがするね。そう。ありがとう。褒め言葉ですよね。もちろん。とても小さい町だからね。必ず出会い方あるよ。そう。僕と君の出会いもまた。一つ。ありがとう。このプレゼントとっても素敵。ペニーかわいい。ちゅは、ああ、こんにちは。私の家の西にある変わった塔へ行ったことはある？あ、今日行きました。あそこからこの世のものとは思えない恐ろしい音が聞こえたことがあるわ。やべえとこちゃん、あげます。ありがとう。いいですよ。はい。ここはもう水やりしてあるからいらないね。オッケー。で、この中に、まあ入れますか。OK。よし。じゃあもう今日は寝ますか。いい一日だったぜ。ニュースって見たっけ？天気予報。明日は美しく晴れた一日になるでしょう。OK。よし。じゃあもう寝ます。はい。よし。